新作水着、楽しみだね。クラウド、どんな水着ですか？なぜか、どうぞご覧ください。参考にしようと思って。そうだな、機能性が高いものがいい。撥水性が少なければ少ないほどいい。水の抵抗を受け流し、水中での戦闘を想定した水着がいいな。なるほどね。あれ？場所を変えるんなら、そういえ、あれ、これジョニーの方だ。あれ、あいつどこ行った？こっちだ。まだ先だいぶ長いんだけど。騙されたね。歩き疲れる前に、ウィリーはどうですか？ここが出口か。ロイヤルコーストにご予約欲しい。かわいいこと言うなら、お出かけするならチョコボに乗ってって。チョコボレンタルできます。あ、レンタルできるんだ。キマちゃんが空いてますよ。来たね。とっておきのデートコースを用意したよ。君たちまだチョコボレンタルの会員になってないよね。じゃあまずはこれを。トロピカルシャインバイザー。自由に使えるよ。名前はキュマちゃん。よろしくね。二人にはこの子に乗ってクラムシェルビーチを遊覧してもらいます。かわいい。海チョコボかな。ただ目的もなく散歩するのもなんだから、貝殻を取ってきてもらおうかな。せっかくだし、できるだけ大きいものがいいな。僕はここで待っているから、二人で素敵な思い出を作って貝殻と一緒に届けてね。鳥取砂丘のね、結局さ、同じチョコボに乗らないからさ、思った以上に遠いな。チョコボデートなんて私初めて。何度か乗っただろう。それとこれは別。確かに貝殻を探すのは初めてだな。はぐらかした。とりあえずね、これだけ解放させてここまで向かっちゃいますか。もしかして緊張してる？まさか。楽な仕事だ。緊張してる。ほほほほはいいっすね。結局ね、この監視塔を解放すると場所わかるんで、あいつについていく意味実際あんまないよねっていう。な、全然監視塔じゃなかった。騙された。ね、お、あるある、登るところ、ここ監視塔やなって思った。全然違うかった。こっちだ。しかも敵ちゃんといるし。引き受けまあ、全員でボコりましょう。確実に行く。炎と風、炎と氷、まあ炎さえあればいいかな。沈め。狙うぜ。切れ崩す。切るんだ。ここまで強くない。ちゃんとレベル上げしてるから。あかん、これじゃクラウドが死ぬ。届けんの。ガチで死ぬんじゃない。もうなんかごめん。飛んでけ。軽い。それおやすみ。協力してこ。おう、任せとけ。追い詰めたぜ。よし、クラウドさんガチで死ぬぞ。まだまだ狙うぜ。動きが速すぎる。よし、はあ、おらおらおら、どうだ。やだ、はあ、終わりだ。どんなもんよ。どうってことない。あかん、これじゃクラウドが死ぬ。多分貝殻一個拾うたびにね、あの進行度増えていくんじゃないかな。
結構広いな。あの降りるやつがないんですけど、いつもならあるのに。なんかヘリコプターの音しない？お父さんは別にいなくてもわかるんで。で今ちょチョコボデートということなんで、とっととイベントを終わらせに行きましょう。行くぞ。そこに敵がいる。炭鉱地のすぐそばに敵がいすぎじゃないですか。ショートカット。こっちだよってすげえ呼ばれてるけど行ってあげない。はい、ということで貝殻集めに来ましたけど、なんかモンスターカニがいますね。今度すぎこの辺りかな。その前にやっとくか。掃除が必要だ。どこだ。調子に乗るな。弱点特になし。飛んでけ。クラウド。はいはい。行けそうかな。俺の見つ目だ。アワガエル。あかん、クラウドがカエルになってもだ。ドロッタドロイハー。まだまだ。ほら、クラッタあかんやつや。こんな遅いのクラウドバカいるわけねえじゃん。ねえ、近距離で戦ってるバカでもいるんじゃねえの。集中砲火だ、覚悟しな。どっちはどうだ。俺が出る。狙わない。視線を切り裂く。そっか。今も言うほど勝ってんってことじゃないんだ。届く。落ち着いていく。いいとこ見せなきゃ。あかん、カエルになっちゃう。あれだよ、ファイダー。あっちちちち。見てて、交代。おう、任せとけ。どんなもんよ。ぶち込むぜ。はあ。まだまだ。本番はこっからだぜ。一応イベントもこれ。ほらほらほら。ここからだ。あかん。クラウドがカエルになってます。狙うぜ。どうだ。あ。はいはい。もう終わったと思ったんやけど。はあ。やっと長い。ほい。や。バレットがおとりをしてくれた。届け。飛んでけ。お、協力してこ。おう、引っ込んどけ。ということで、ただの回復祈りを伝える。オラオラオラ。さあ、ぶっ殺す。はあ、どんなもんよ。先端命中させたら。届け。どっちはどうだ。下がっている。さあ、どうだ。さあ、叩き切る。決める。飛んでけ。さて、貝殻探しといきますか。まずはチョコボに。テトラポットあるね。素敵な思い出作らないとね。あー、テトラポート登ってて、てっぺん先。あのね、テトラポット結構危ないからね。絶対隙間には落ちないように。まあ、テトラポットの上から釣りする人結構いるんだけどね、危ないからね。探している貝殻ではないようだ。なんだと。ふん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 。ここだ。岩の上ですけど。探している貝殻ではないかな。
いい加減にしてよ。行き過ぎた。やったか。違うんかい。よし。大きい。三個。いいねいいね。貝殻が大きいから中身もたっぷりだね。食べ応えありそう。味はどうだろうな。そうだね。でもクラウド、味気にしなさそう。まずくても文句を言わないだけだ。小さくて可愛らしい、ね。二枚目の貝。二枚貝の片割れを持っている兵士が戦場には大勢いたんだ。ああ、家族や恋人と。持ち合いっこするんだよね。ロマンチックだよね。その貝殻を誰かに見せると、あのチョコボ、それは死ぬ。あのチョコボ誰？バレットか。ちょっと遠いな。うわあ！そのようだ。そら探してる貝殻じゃないわ。びっくりした。貫く。そっちは任せ。頑張けそうかな。頼られちゃうな。トリュ。そっちか。ほらほらほら。どうだ。そっちか。あげらにバレてる。残さず食らえよ。いけんだろ。ここからだ。狙う。ほら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 ティファが走ってきた。だいぶ遠いな。これを回収して、え、上？めんどくさくするイベントかこれ。またじゃねえか。クラウドが死んでまうやろう。こんなもん沈め。落ち着いていけ。いいとこ見せなきゃ。やっ、狙うぜ。いけそうかな。俺の見せ場だ。こっちだ。削り取ってやる。どうだ、そこだ。聞いてんな。おい、トリュッ。はあ、叩きのめしてやら。明らかにバレットも強いんだけど。いや、
こまで面倒くさくするイベントではないと思うんだけどね。このアイテムが欲しいだけですよ。もういいや、さっきこっち終わらす。やったか。面白い形。よし。大きさもまずまず。かなり集まったね。そろそろ戻ろっか。ま、どうしたか。その言い方、なんかずるい。クラウドこそ満足した？嘘つ。これだけね、解放してファーストトラベルできるようにして帰ろう。いいから、まだもっと一緒にいたいって答えなくちゃ。それが次に繋がるの。俺を困らせようとしているのか。そういうわけじゃないけど、ごめん。ね、めんどくせえ女。少女漫画でね、有名なセリフ、面白え女。エアリスはめんどくさい女。はい、ということでここだけさーっと。急げ急げ急げ。ごめん、ああダメだ。急いで。沈む。で、ミドルキック。もう終わってるな。油断したな。そこだ。落ちろ。続けていくぞ。私が逃がさねえぜ。これで当たれ。誰をした。そこだ。ここまで。バレットが本当に強い。こっちだ。進むぞ。だってかね、四角押すだけでいいからクソ楽なんだよ。まあ、ファストトラベルできるようにして帰ろ。まだ上があんの。あれ壊れてる。めんどくせえなここ。よし。なんかヘリ飛んでんだよね。あ、そういえば今更だけど服着替えたまま回れてるね。どうやらね、ここの地方はね、この服で回れるっぽいね。来れるエリアは、さあとりあえず終わらしちゃいましょうか。おかえり。さて、どんな貝殻を集めてきたのかな。チョコボデートは楽しかった。あー、なるほどなるほど、巨大な貝殻。全部結局渡すんか、それとも。これはすごいでしょ。博物館とかに飾った方が良さそう。女性を笑顔にするのは貝殻か思い出か、あるいはその両方か。うん、おかげで新作水着のモチーフが決まったよ。僕は店に戻るね。あ、後でビーチのイベント会場まで来てよ。水着の発表会を開くから。それじゃあまた。よく人魚姫がつけてる貝殻ブラですね。わかります。今度は二人乗りしてみる？チョコボ。スピードが落ちる。ゆっくり景色見るのもいいと思うけどな。場所はここ。前さあ。いい。結構長かったイベント。おっと。お邪魔します。びっくりした。メイドさんがいると思ったけど、金持ちの次女のメイドさんっぽいね。コースターを回るなら。便利ですよ。さあイベントを見届けましょう。さあどんなファッションショーが行われるのか。お、始まった。
あ、違ってる。やっぱ貝殻っぽい。踊り子さんと船長さんと。この水着で決まり。あ、なるほどね。情熱的だから銃で撃ってたのか。恋のレースを駆け抜けてみよっか。おしゃれして素敵な思い出拾いに行ってみませんか。あの僕っ子さんは前の格好の方が良かったよ。ボディービルダーが。諸君、水着が似合う美しい肉体が欲しくないか。そんなあなたはアミナミッドガルのジムダンダンダンへ。さあご一緒に全腕ハンズハーモニー。懐かしいな、ミッドガルのあのトレーニングセンターのところやな。誰この人たちみたいな感じだったけど。見に来てくれたんだね。どうだい、君たちのデートが生み出した新作水着はとっても素敵。でも私たち楽しんだだけだよね。コスタを楽しんでる人を見るとインスピレーションが湧くんだよ。うん、コスタデルソルは太陽の楽園。みんな素敵な思い出を作って帰っていく。その思い出を彩るのが私たちの役目だから、これからもコスタのマリンブルーな海とイターナルの空とシャイニングな砂浜を思う存分楽しんでね。あ、ケンだ、ケン。そこにいるのはクラウド君じゃないか。あ、ウォールマーケットの結構厳しかったよ、こいつの。どうしてここに。ジムのみんなとマッスル合宿に来ていてね。マッスル合宿。毎年ここで新しいコスチュームを作ってもらってるんだよ。そうだねえ、後で合宿場に顔を出してくれよ。顔出したくねえな。何でも屋に頼みたいことがあるんだ。考えておく。コスタのゲームがリニューアル、ね、中級がさら、なる商品が追加されてんの。スクワット始めましたね。発生しましただけど受注しなきゃいけないんでしょ。いや、新しいね、あのお着替えがもらえるのかと思ったらそうじゃなかったね。とりあえず掲示板に。掲示板で、さっきのが多分追加されてると思うんで、ジーナマッスル合宿。こうやって見るとジョインのやつちょっとレベルが高いよね。モンスターが目撃された。力を貸してほしい。まあ受けに行かなきゃいけないんだけどね。まあね、一応セーブしといて。あのね、ここの画面でね、あのここセーブ&ロードだから、この後セーブかロードか選ばなきゃいけないんだけど、ここを押した時点でさ、うん、セーブの一覧出て来ねえなってなっちゃう。ちょっと一瞬待っちゃう。これがあれだよね、イベント直前のデータだね。だからこれを普通に更新していけば OK。 よし OK。 まあちょっとジョニーのやつはレベルが高めなので、ジーナンの方から行くのがいいかな。現在レベルは27、ジョニーなんて31だったんでね。よし、じゃあ行くぞ。